さあ、いよいよ始まります。テラと松ラジオ。ようやく形になるということで、もうドキドキが止まりませんね、松本さん。あれ松本さんおや松本さーんえ、嘘でしょ松本さーんの松本さんすいません。ちょっとね、松本がいないみたいなので、えー、先に進めさせていただきますということで、 初回からゲストに来ていただくことになりました。初回のゲストはこちらうーん、はいどうもこんにちは大空奈美です ーこんにちは、こんにちは、こんにちはかな、おはようかな、こんばんはかな、<っ>おはこんばんちは、全部,全部こんにちは。いや、本当に、忙しい中、遊びに来てくれていやいやありがとうございます。えー、とんでもないです。とんでもないです。えー、あれでも、あの、初回、まだ、これ予告ですよね。予告編です。予告なのに、松本さん、いないですね。な,なんかね、<laughs> あの、現場からここに向かってたらしいんですけど、はい。 レインボーブリッジ封鎖されたとかいうわけのわからない連絡がね。身 <laughs> 動きが取れないと。<laughs> まあ、まあまあ、いやすみません、本当いや、もうこちらこそすみません、まあ、本当にいやいや相方が。相方が。うわ、でも楽しみですね。これ、テラと松どんなラジオなんですかまあ、僕と松本が、うん、なんか面白い子でやりたいよねって言って、 でんかゲストと一緒に面白いことできたらいいかなっていうだけのラジオなんですけどいやでもすごいですよだってなかなか現場でお会いできないじゃないですか我々 <laughs> そ,うよ、ね、そうですよね合わないもんね。だってもうあのニュースを読まれるお二方と 結構アニメとかゲームとかの現場でやってる大空とみたいな感じでそうですねよく本当になんか事務所とかお茶とかご飯とかですごくお世話になっているんですけど <laughs> なかなか現場であご一緒だっていう瞬間がないからそうですね。なんかそう、はい、そういう人たちが集まっ たら、どんな感じかなっていうのも見たくて、<laughs> はい。今回、大空さんに来ていただいたとあ。ありがとうございます。光栄です。第一回目から。光栄です。じゃあ、<laughs> はい。せっかくの YouTube レディオですので、<laughs> はい。ここからは、動画でお願いしてもいいですかあ、もちろんでございます。じゃあ、そーっとお願いします。はーい。うん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 、はーい。ということで、皆さん、あれぼやけてる。あ、 はい、皆さん、改めまして、おはこんばんちは、大空直美でーす。今回ですよ、大阪港からの先輩である、寺本さんと松本さんの番組が始まるということで、寺と松、ラジオなのか、寺と松、レイディオなのか、まだ決まってない、みたいなんですね。どっちでも大丈夫です。<laughs> どっちでも大丈夫ということです。今後決まっていくんですかね。ということにえっ、ー、と、番組にゲストでお邪魔させていただきます。ということでですね、 私、大空直美に聞きたいこととか、お二方に聞きたいことでもいいですし、あとは応援のメッセージとか、えー、あとは、寺本さんと松本さんと大空3人でやってほしいことなど、えー、メッセージをお待ちしております。何でも OK ですよ。ということで、えー、寺と松、レディオ、ラジオの Twitter アカウント宛にリプライをください。メールでも募集しておりますよ。宛先は、こちらまで上、下。 下こちらまでお待ちしておりますそして、えー、こちらのチャンネル登録をですね、えー、していただきたいなと思っております。あとはグッドボタンを押していただけると嬉しいですよろしくお願いしますということで皆様、たくさんのお便りお待ちしておりますよ初回放送お楽しみにバイバーイ うーんバイバイ。バイバイじゃない。<laughs> 間違えた。間違えた。皆さん、おはこんばんちは、大沢のみです。もう一回もう一回もう一回行こう。<laughs>